LMS3 階型蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。GT の相性がある。ヘンリー・ファウラーが設計した車輪配置0から6から0の機関車で、1924年からイギリス国鉄発足後の1931年までに422両が製造された。この機関車は、 1899年にサミュエル・ W ・ジョンソンによって導入されたミッドランド鉄道2441系蒸気機関車のヘンリー・ファウラーによる再設計に基づいていた。これらの再設計ではベルペア加質と改善されたキャブが採用された。422両のジンピーが1924年から1931年の間に製造された。このクラスは LMS が 継続的に使用しているミッドランドデザインの一つに過ぎない。機関車は元 l e a ー h o ウィックワークスと民間企業のバグナル S、ビアーモアズ、ハンズレット、ノースブリティッシュロコモティブ、バルカンファウンドリーによって製造された。主に入れ替えや地方の貨物輸送に1967年まで使用された。16,564号機関車。 保存鉄道ナンバー47324イーストランカシャーレールウェイ8台の機関車の第4話にジンティー名義で登場しトーマスたちがルスの間の仕事を引き受けていた。なお、この本は機関車トーマスの原作だが機関車トーマスの対応はなしでは別の機関車がジンティーたちのポジションのためみ登場。ありがとうございます。